ジャン君とポンちゃんのハロウィンのポストカードの絵です。まだ7割、8割ぐらいまでいったかな。あとちょっと細かいところを入れなきゃいけないので、今日中になんとか。今日は26日、メンバーの人にあげようと思っていますが、ちょっともうギリギリだね。ね。ポストカードをもし出す人がいたら早くしないと。最近ポストカードって出すもんじゃないけどね。ジャン君。ジャン君。薬はこんなものですよ。あ、まだあげないけど。中身？そうだね、中身でいいと思う。1個はそっちのカメラで見せあ、てそくっれか。る？はい、ジャン君、これが、膀胱炎の薬のシリンジだよ。ちょっと嫌だった。逃げた。ポンちゃんね、薬っぽい匂いがしたんだね、きっと。ちょっとゴムの匂いがするね、これ。蓋がゴムでしてあって、こんなシリンジ用の蓋があるんだね。そうだね。うん。戻った。はいはいはい。腹巻きを首を通すのがほぼ無理なので、背中に乗せているので、これは腹巻きではなくて背乗せです。ね、これでもあったかいでしょ。なんかね、あったかそうだよね。足から入れようかっていう話もあったんですけど、多分ね、両足でキックすると思います、この人ね。気がつかないうちに首を通さないとね。なことできるのかな。それよりもお薬どうしようか。じゃんけん、お薬飲みましょうか。はい、昨日いただいたやつかな。大体。マロン、なんだっけ、栗松千本という和菓子いモただンき、ブランだマけど、ンブラン風っていうことだよね。中は大福。いただきまいただきます。す。んな感じです。あ、ちょうど影で。あ、わかりにくかったかな。こっちから取る？お、あげましょうか。ぶつ取り下手。いただきます。ピント合ってる？和栗のクリームと生クリームとほのかな甘み。和栗、求肥、そしてモンブランクリーム。
お上品。お上品。